はい、どうもこんにちは。ようこそダンススタジオタートルチャンネルへ。本日は私クニがお届けいたしますということで、今日も簡単なパーティーグループのダンスを皆さんにお伝えしたいなと思います。今日はですね、マザーポップコーンというのをやりたいなと思います。これはですね、人間模様の模写シリーズのですね、マザーなんで、お母さんですね。お母さんがポップコーンってなんなんやねんって感じですけど、まあちょっと変な感じですけど、こうね、変ではないか、美しいんですけどね。赤ちゃん、子供にこうお乳ね、あげてるところです。お乳をあげてるところから生まれたマザーポップコーンというダンスでございますから、ちょっとこの辺にね、ちょっとなんかこう赤ん坊をね抱えてるイメージがあって、こうファンキーですよね。本当にこう子供に乳をあげながら踊るおかんみたいな、めっちゃいいですよね。いいなーとか思いますけれども、まあそんなところからできたダンスみたいですよ。はい、そのところから付けられた名前っぽいです。はい、ということでマザーポップコーンやっていきましょう。はい、ということで早速マザーポップコーンをやっていきたいと思います。まあ先ほどね、お伝えしたみたいにお乳をあげるっていうやつですね、いう感じですから、この辺の胸がありますよね、こう2つね、はい、2つ胸がありますから、この胸とこっちの右胸、左胸を強調していきたいと思いまして、まあこういう風に胸を前に出していく。で、ワン、ツー、フォーマーも簡単にこういう感じで右側に2つずつ取っていこうかなと思ってます。で、胸は、まあ、もちろん真ん中をね、さっき練習した方がもちろん動きは良くなるんですが、あんまり細かいこと気にせずにですね、アーティダンスなんでね、まあ、難しくありません。こっちみたいな、左胸みたいな感じで出して、こう前に出してあげるのがちょっとこういいんですよね。ポンとポンとポンと出していくようなイメージで出してもらうといいと思います。で、胸が動きにくいなっていう人はやっぱりお腹が抜けすぎていることが原因なことが多いですから、やっぱりこうブイブイ繋がっているところから、まあ、僕はお腹からアプローチすることが多いんですけど、お腹から出していってあげる。前前ですね、前前前前前で、ここで手が前に出ちゃうともう手の踊りになっちゃう、また別の踊りになっちゃうから、やっぱり一番フォーカスさせたいところ、一番見せたいところっていうのがやっぱ前に出てくる方が分かりやすいんですよね、ダンスって。なので胸を前に出すんだよっていう意識を持ってもらうといいと思います。あとリズムの方はこういうふうに体重と1、2、1、2、まあ、これもね深いんですけど、体重をもう練習していくとだんだんすごくこの間が綺麗に取れてくるんで、まあ体重移動を練習して、そんなに1、2、1、2、はい、ポッポッ、赤ちゃんにあげる。どんな父の子やねんって感じですよね、これね、すごそうですよね。わーしゃーってますけど、こんな感じで、子供にあげてください。で、1、2ですね。リズムはアップで取ることが多いので、こういう感じで、上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 。前乗りと言われているようなこれですね、動きにアップダウンを軽く足してあげる、アップを足してあげて、ちょっとこういうふうに軽くお尻が後ろに入ると思います。なんでかっていうと胸をこう前に出すから、その分バランス取るためにこっちにちょっとお尻がね、後ろでバランスを取ると効きますから、もし前に慣れたらお尻を軽く引くと、それ意識も入れていくとこうグルービーになってくる、タメも効いてくる。感じで出して戻して出して出して戻して出して、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトっていう感じですね。まずはポップコーンでございます。早速じゃあ音でやってみましょう。最初はゆっくりやっていきましょう。
マザーポップコーンでございました。マザーポップコーンいいです、楽しいですよ。すごくインナーマッスル使いますしね、すごくいいです。あのねちょっと僕息切れちょっとしちゃってますけど、呼吸も大事ですね。やっぱり呼吸ちゃんと取れてないと、こういう肺とかがあるところですから、やっぱり呼吸止まるとすごく疲れやすいんで、まあ僕は吐く方で、で呼吸もね、あまり止めすぎないようにリラックスさせて使ってくださいね。はい、ということで胸ね、右左しっかり使い分けて相手そこを見せてあげるですね。はい、こういう感じで美しいね、母性本能を表す、ぜひお母さんにやってもらいたいダンスでございます。はい、またポップコーンでございました。ということで、しっかり胸とお尻意識した後、体重移動、そしてアップの前乗りですね。ここをしっかり大事に、あとは体全体を連動させてやってもらうといいかなと思います。はい、ここに赤ちゃんがいることも忘れずに、そうすることによってね、イメージと空間というものが生まれますから、自分の中だけで体だけでやってるとどうしてもちょっと薄っぺらい踊りになりがちなんで、イメージと空間を持ってやると立体的に見えますし、横から見ても後ろから見ても絶対にこう意識が伝わってるなっていうのが分かりますし、特にショーとかね、大きいところで踊るときっていうのはやっぱりたくさんのところにこうパワーをね放出しなきゃいけないので、そのためにもこう空間を意識した上で練習してもらうといいと思いますね。はい、ということで、はい、マザーポップコーンでございました。はい、美しいダンスでございます。ぜひ練習してみてください。ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。ここですここですみたいな感じで、ありがとう。